はい、どうもボーリング TV のヒデとゆきです。はい、皆さんお久しぶりです。お久しぶりです。長くちょっと休憩していたんですけども、はい、今年は、はい、みんなで頑張っていこうということで、はい、今年初めての、はい、レビュー動画です。動画としては、はい、はい、皆さんにね、ちょっとお知らせというかご報告で、私、今年度のですね、ナノデスのチームキャプテンを担当させていただくことになりました。はい、ということでね、グローバルのキャプテンの和田プロに対して、ナノデスキャプテンの私が、最新作のボールでですね、対決できればと思っております。はい、はい、で僕もですね、900グローバルの最新作エタニティというボールを投球して、はい、勝負したいと思います。はい、私はですね、ナノデスの新シリーズとして、この2月に発売されます、アキュードライブというボール、こちら2球ともですね、2月の最新作のボールとなっております。はい、はい、それぞれね、どんな動きなのか、見て、参考にしていただきながら、勝負も楽しんでいただければと思います。はい、はい、それでは勝負をご覧ください。それでは、いきます。ちなみにハンデとして、僕はスペアボールを使いません。私もスペアボールないです。ハンデになりませんでした。 OK、じゃあ行こう。はい、おー、ナイス。では、ナノデスアキドライブ行きます。滑り出しですね。ちなみにあのラインを投げられてゆきちゃんに勝てる気せえへんけど。第2フレーム、おー、ちょっとさっきより内側でしたね。危ない。あ、落ちた。あ、やばいやばいやばい。いや、だから言ってるやん。落ちたけど耐えた。俺ちょっと危なかったからな。よし、サーブレ行こう。おお、あー、きついな。絡みそうで絡まへんかったですね。よし、オッケー。本当にね、スキット力がすごいいいので安心して内向いて投げれますね。あー、いけいけ。あ、やばい。なんかね、親指がブカブカなんでね、ちょっと握ってるんですよね。いやー、ちょっとやばいと思った、今の。いやいや、もう投げる前からやばい思ったら調整してください。あ、怖い怖い。ちょっとこれじゃあ狙いますからね。いきますよ。ゆきちゃんのハッピーダンス。お、ゆきちゃんハッピーダンス見えるじゃん。わりと惜しかった気してんけど今。うん、惜しかった。惜しい。え？薄め6番残った。まだあれ比較的取りやすいか、スペアボールなくても。よし、 OKOK、 ちょっとテープ1枚貼ったんでこれで大丈夫だと思います。今17ピンリード。逆に抜けへんかったけど。で抜けへんかってストライク。このエタニティはイメージ的にはオルタードリアリティに近いかな。なんかまた薄め6番とかなりそうやな。やばいやばい。しっかりカバーしようか。よいしょ、ナイスカバー。
よし、ここでリードしないと。とりあえずね、ストライクが必要なんで、私にはちょっとでもな、指が心配やな。よし、あ、ちょっと出たんじゃ。あ、幅がある。もうあのちょっと出たので逆にイメージが良くなりそう。よし、ちょっとだけ右戻ろうかな。わ、いい感じ。うわ、うわ、うわ、薄めの6番当たらんくらい。えぐい、すごい今の時間差ストライク。よし、ここで持ってこないと。持ってこられたらあれだね、ピン差で。やばいな。あ、あれ刺さるんじゃ。あかん、さすがにあかんか。あるわ。あ、あれやばいんじゃん、やばいんじゃん、やばいんじゃん。あ、なんで取れんなんで取れんねん、おかしいやんけ。よし、じゃあ俺もちょっと、もうちょっと右戻ろう。よし、行きます。あ、これいいんちゃう。あ、やばい、いや、めっちゃ手前で分かった。めぐり登場です。めぐりちゃん。インチャーストライクや。 あ、なんでストライクちゃうねん。めっちゃいい感じだったけど。いやー、この天品がさ、ちょっと怖いよね。さあ、今日のワタプロはスペアボールないです。取れるでしょうか。まあまあまあ、うまい、完璧や。いや、今日は共にね、スペアボールがないんですけど、とにかく私、天秤のこらように気をつけなあかん。よし、これ来たらいい勝負になるんですよね。ワンマークさぐらいになるかな。やばい。あー、マジか、全然勝負になってないな。よしよしよし、えぐいな。ヒットがひどい。お、あれミスんちゃん。いやいやいや、あれはミスらないでしょ。もうさっきね、12枚ぐらいでほんまにちょっとイメージ良かったから、もう一回、今天品ね、残ったところもう一回投げようかな。天品残ったところをちょっとゆっくり投げよう。はい、多い。勝った。ちょっと曲がりがね、なんで打ちによるかな。さあ、ここ来たらまだ分からん。どうだ。うわー、よっしゃー。でももうほぼ負け決まってるから、まあここじゃあストライクしたら俺の勝ちやな。 OK。 いや、なんかあれやばない、なんかストライク出る気せえへんねんけど、あの4番と6番の離れ具合。どうだ。うわー、もう一回行こう。おー、やば。235ピン。ちょっとね、負けは確定しちゃいましたが、最後にね、アッキュードライブの、はい、
ちょっと良さをね見てもらいたいのでストライクを出したいです。もう決まったけどね、最後までしっかり投げます。さあどうや、ちょっと出たんちゃう、あれぐらいの方がいい、うわちょっと出たぐらいの方がいい、さっきなんかずっと集めようか酔ったんですよね今、酔ったけどちょっと出た、ちょっと内々の方がちょっと早いね、はい、また寄ります。パンチアウト、19やったら勝ってるんですけど、私の方が、え19勝負やったら勝ってるんやけどな。はい、結果発表です。はい、はい、僕が235点、はい、私が219ピンということで完敗しました。ということでね、いつもはねちょっと肩叩きしてもらったり皿洗いしてもらったんですけど、はい、何か要望ありますか。いや、まあ、特にないです。僕はもう、はい、勝てただけでもう満足です。ありがとうございます。はい、はい、ということで、和田プロが負けた時は罰ゲームだけど、私が負けた時はないんですね、見逃してくるんですね。あら、めぐぴょん登場しました、ね。まあ、このねボールなんですけど、まあ、エタニティ、S84 レスポンスというカバー使ってて、まあ今までのリアリティシリーズとまあ、同じですね、カバーは。ただコアだけ変わってて、エボックという新しい新コアで、コアボリュームを、上げたことによって、そのオイル上 のオイルに対して負けずにしっかりグリップするということで、まあ、かなり僕個人的にはオルタードリアリティに近いです、すごいイメージ的には。でオルタードリアリティよりやや走るようなイメージで、表面加工さえしたら近いイメージになるんですね。またもっと違うイメージになるんじゃないかなと思います、はい、なんせいい、とにかくいい、もうだって絶対勝った方がいい。結構ナインコールしてますよねこのボールで、はい、何回もやっぱり奥の動きがしっかり出る分、まっすぐ投げるだけでいい。まあ、今日はちょっと開いて投げたり閉じて投げたりしてみましたけど、まあ、比較的にまっすぐ投げて奥のピュンっていうしっかり動く分倒しやすいですね。はい、このアキドライブはですね、新しいカバーとコアということで、本当に新しいナノですからの、シリーズのアキドライブとなります。はい、本当にスキット力がすごいしっかり走ってくれて、まあ、奥でも走る分来てくれるというイメージなんですけれども、もう本当にタイトにまっすぐ直線的にラインを攻めやすいです。かといって全く曲がらないわけでもないので、安心してまっすぐ振り切っても天秤が倒れてくれる安心感のあるボールに感じております。私も最近ねこのボールばっかりずっと投げ続けてるんですけど、まあ、300は出ないけどナインコールは何回か出たりっていう風に、すごい今年活躍してくれそうなボールだと感じております。ぜひね、2月発売の、この2球のボール、そうそう、はい、ぜひね、チェック、はい、いいですね、チェックしてください、はいはい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました、はい、次回の動画でお会いしましょう、はい、バイバイ、バイバ